ガンダム。キャリバーンがかっこよすぎる。魔女だから放棄をイメージしてて。でシンプルな武装で巧みに戦うのも良かった。あと庭なのでエリクト取り返して。解決って感じですかね。ラスボスが主人公気ってのが。熱い展開ですが、どう決着つけるのか。そこが楽しみですね。以上、水星の魔女のお話でした。